皆さんこんにちは、あつよしです。今日はですね、こちらの壁にですね、新しい壁紙を貼っていこうと思います。壁紙や本舗って、まあ、楽天のところで買ったんですけど、こちらの壁紙、まあ、7メートル分と、あと、施工道具のセットですね。壁紙用の施工道具のセットを買ったので、まあ、こちらを使いながら壁紙を貼っていきたいと思います。まあ、ちゃんと貼って剥がせるのりをですね、使っていくんですけど、このですね、ウォールペーパー用のですね、スーパーフレスコっていう、貼っても、綺麗に剥がせるっていうのになので安心して貼っていきたいと思います。で実際こういうのを施工するの初めてなのでうまくできるかわからないんですけど、ぜひ参考になればなと思います。
はい、完成です。時間的には4時間ぐらいかかっちゃったかな。でもまあ比較的綺麗に貼れたんじゃないかなと思います。もちろん 端の部分とかですね、甘い部分はあったんですが、すごく楽しく作業できました。ぜひですね、こうやってアクセントウォールをつけるとですね、部屋の見栄えが大きく変わりますので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価ボタンお待ちしております。ありがとうございました。